現在 YouTube に進出したお笑い芸人の中で最も勢いのある人物は誰かと問われれば、やはりこの男、天才中田敦彦だろう。学問的な動画を中心に2019年から飛ぶ鳥を落とす勢いで登録者数を増やし続けている。お笑いの枠を超え、実業家としても多くの人物に注目を浴びている中田敦彦。彼はいかにして YouTube で成功をつかむことができたのだろうか。まずは彼のルーツをたどってみよう。中田敦彦の高校時代は YouTube で見る彼からは想像がつかないほどの陰キャで、ストイックに勉学に取り組んでいた。勝たなきゃ誰かの養分、それは受験も社会も変わらない。みんなふぬけた顔しやがって、お前たちは生涯奴隷だ。そろそろ試験だし、合格祈願でもしていこう。あ、しまった。あろうことか祈ってしまった。何も考えず神頼み。試験中は自分以外頼る者などいないと骨身に染みて知っていたはずなのに。中田敦彦は猛勉強の末、志望の学部に入れなかったものの、目標としていた難関大学に無事合格。勉学に全てを捧げた高校時代の青春に桜が咲いた。八分咲きってとこかな。そして中田敦彦はアルバイト先で将来コンビを組むことになるチャラ男と運命の出会いを果たすことになる。あの、俺君をどこかで。ドゥームでーす、君かっこいいねー。君の名は。チャラ男の誘いで中田敦彦はお笑い芸人養成校に入学。俺の分析ではリズムネタ大丈夫、勝てる。これが俺たちの群雄割拠の芸能界で生き残る蜘蛛の糸。それ面白いねー。リズムネタで天下取っちゃいましょう。タイムデデンデンデンデデンデン。こうして誕生した彼らの代名詞となるリズムネタは見事に茶の間の心をつかみ大ブレイク。全国の少年たちは彼のモノマネをし、彼らの話題が途絶えることはなかった。デビューして間もなくブレイクした彼らは次々とレギュラー番組を獲得し、お笑い界のニュースターとして多くの業界人が彼らのポテンシャルに期待した。しかし彼らの勢いはすぐに失速。中田敦彦の才能をテレビ業界が生かしきれず、次々とレギュラー番組を失ってしまったのだ。胸を張れ。手痛く負けた時こそ胸を。僕を侮ってもらっちゃ困りますよ。行幹の漢字はこれです。おお、中田さん正解です。あげぽよ。ピンとして中田敦彦はインテリキャラ、相方はチャラ男キャラを確立。再びブレイクを果たした。中田敦彦の才能はお笑いだけにとどまらず、音楽の分野でも発揮された。 I'm a perfect human。 中田敦彦が結成した音楽ユニットは見事大晦日の国民的音楽番組に出場を果たした。しかし中田敦彦の勢いに再び影が差す。きっかけは専門知識の意を借る脳科学者のテレビ業界を批判した発言。日本のお笑い芸人たちは上下関係や空気を読んだ笑いに終始し、批評眼は皆無、地上波テレビはオワコン。この発言に中田敦彦の大先輩であるお笑い芸人の大御所が反論。ところが中田敦彦の意見は、その反論はミステイク。テレビ業界はまさにタイタニック。いつか海の藻くずとなるだけの沈没船。資本が大きいから錯覚するんだ、安心だ安全だと。奴らは見えちゃいない、目の前の氷山を。中田敦彦は脳科学者の意見に賛同し、大先輩に歯向かってしまったのだ。おい中田、自分が何言ったか分かっとるんか。ちゃんと先輩には謝ったんか。僕は覚悟を持ってあの発言をしました。自分の意見を述べただけですし、謝るつもりはありません。なめとんのかてめえ。テレビにお前の居場所はもうないからな。あと中田、まさかテープ回してないやろな。こうして圧力に屈しず自分の主張を貫いた中田敦彦がテレビに出演することはなくなった。やはりゴミが出すアイディアはゴミだな。おそらく中田敦彦はすでに面白いことができないテレビに見切りをつけていたのだろう。テレビが自分を最も輝かせる場所ではないと気づいた中田敦彦はすぐに行動に移した。アパレルブランドの立ち上げ、オンラインサロン運営ともに成功させ、事業家としての才覚をすぐに発揮した。当然、このくらいは当然。そして地上波のテレビ番組でも評価されていた高いプレゼン力を生かし、講義型の教育系 YouTube チャンネルを開設。
これが圧倒的にヒットし、中田敦彦は大人気 YouTuber の仲間入りを果たした。しかし彼が近現代中東史を解説した動画が大きな波紋を呼ぶ。とある人物の名前を間違えてしまったのだが、動画を投稿して半年後にその間違いを蒸し返され炎上。他の動画の内容もデマが多いと専門家たちに批判され、フェイクを発信しているとしてネットニュースの記事にもなった。ソーシャルジャスティスウォーリアーの俺が中田のフェイクを暴いてやる。才能があまりある中田敦彦はすぐに批判の対象となったが、炎上するほどのことをしたのだろうか。間違いはふるさとだ。誰にでもある。問題の動画を見てみても、公開直後にコメント欄で名前の間違いを謝罪しており、少数のアンチコメは半年後に一部の情弱が炎上にあやかったものだけで、それ以外は中田敦彦の盲目的な信者による絶賛でコメント欄が占められている。結論から言うと、中田敦彦が誤った情報を伝えたことによる騒動は一部のアンチが騒いでいるだけで、中田敦彦に落ち度はなく、彼自身ダメージを全く受けていない。アンチコメに精を出すやつなんて所詮誰かの養分、生涯奴隷だ。ちなみに中田敦彦のチャンネルで最も再生数を稼いでいるのが、彼の相方が人気アーティストの代表曲を歌う動画だ。つまり好感度に関しては中田敦彦より相方の方が高いのだろう。おそらく中田敦彦は YouTube すらも次のステップへの踏み台としか考えていない。これからも中田敦彦は私たちが驚くことを次々とやってのけるはずだ。2010年、後に伝説として語り継がれることとなる一人の男が YouTube に降臨した。ういっすー、どうもー、シャムでーす。舌足らずで特に気の利いたことを言えるわけではないが、なぜか癖になる軽妙なトーク力、人気 YouTuber の受けている動画をすぐに取り入れて実行するフットワークの軽さ、集団で行動する際は自分中心にペースを握り続けるリーダーシップなど、シャムの魅力に多くの視聴者が虜になった。1984年、シャムは広島県の能見島で産声を上げた。おいちょシャムでちょ。能見島は人口が少ない土地ではあるものの、自然に恵まれ、シャムは瀬戸内海の潮風を浴びながらすくすくと育っていった。シャムの家族は小学校の頃に大阪へと引っ越し、その後もシャムは大阪で生活し続けることになる。おいーす、広島から来たシャムでーす。音楽の才能もあったシャムは中学校3年間ブラスバンド部で活動し、この時期が一番楽しかったと語っている。しかしシャムが進学した高校は、おいっす、シャムです。ああ、だってめ、いわゆる不良たちが集まるヤンキー校であり、シャムは肩身の狭い思いをしながら学校生活を送った。それでも真面目に学校に通ったシャムは秀才ぶりを発揮し、学年首席で卒業したという説がある。この学校はなんかイマイチやね。高校卒業後、シャムはコンピューターの専門学校に通うが、学校の方針と反りが合わず中退してしまう。将来ビッグになることを夢見ていたシャムは、ライン校や検品、ヨットハーバーでの雑用などアルバイトを転々としながら様々なスキルを身につけていった。そして2010年、ついに YouTube チャンネルを開設。これからの時代は YouTube やん。てっぺん取ったんで。2011年には YouTube でゲーム実況を始め、主にのび太のバイオハザードというフリーゲームのプレイ動画を上げ、徐々に人気を得ていった。YouTube でも人気出てきたし、そろそろ彼女作ってもやろう。2012年、彼女が欲しくなったシャムは婚活サイトに登録。しかしシャムの魅力に気づく女性は現れなかった。ゾウの背中に乗っているアリがゾウの全体を見ることができないように、女性たちもあまりにも大きすぎるシャムの器を測ることができなかったのだろう。そして2014年8月11日、あの伝説のゼロ人オフ会が起こるのである。どうもシャムでーす。まあ今日はオフ会当日ですけども、参加者は誰一人来ませんでした。誰一人来ることはなかったです、残念ながら。はい、なんでみんな来なかったんやろ、マジでショックやわ。ファンたちの非道な裏切りに純粋な心を傷つけられたシャムだったが、彼女が欲しいという切実な願いにつけいられ、さらにファンたちからもてあそばれていくのだった。かりんちゃんって子絶対俺のこと好きやん。でも他にも俺に好意がありそうな女の子がたくさんいて、一人に決められん。モテ男は辛いわ。
しかしそれらの正体は全てネカマで、シャムを笑い者にすることを目的とした卑劣な輩たちだった。え、なんで俺と女の子のやりとり漏れてんの？シャムとネカマたちとのやりとりを撮ったリーク動画が次々と投稿されていき、シャムの恥ずかしいセリフがネットで晒された。シャムはネカマたちには以下のような名言を残している。俺でにはしたらダメだで。実はしちゃったんだ。 100% 好きじゃなくて 50% 好きになりました。だから付き合ってください。 FG ズライブ俺もやってみようかな。次々リーク動画が投稿される中、2014年12月3日、シャムは FC2 ライブを行った。視聴料1分80円の放送を試み、前人未到の有料0人を達成した。そしてシャムの話題性に、とある炎上系 YouTuber が目をつけた。はい、ということで今日は、YouTube で動画をアップしていて、最近2チャンネルですごい話題のシャムさんにお越しいただいております。このコラボ動画はシャムのアンチに対する思いや YouTube に対する考えを聞ける貴重な動画となっている。しかしコラボ動画を撮影した2日後の2014年12月13日、ネカマに待ち合わせの約束場所で7時間待たされるという、通称難波駅モグラ駅事件と呼ばれる出来事が起こる。この出来事にショックを受けたシャムは心を閉ざしてしまうことになる。ネカマに騙され続け、動画配信を行う気力を失ったシャムは、2014年12月18日、YouTube、ニコニコ動画など投稿を行っていたサイトでアカウントを削除し、引退。多くのファンたちは次々の伝説を残した彼の引退に涙を流さずにはいられなかった。しかし2018年1月に、シャムは再び公の場に現れると復活する計画を打ち明け、同じ年の12月18日、引退した日と同じ日に新チャンネルを開設し復活を果たす。ところがシャムの背後に彼を利用してお金を稼ごうとする代理人の存在があり、様々な騒動に発展していく。誰がシャムの代理人になるのか、彼をめぐって醜い大人たちの争奪戦が勃発し、その一連の争いは一部の人々から聖杯戦争と呼ばれている。シャムの新居が特定されてリスナーに突入されたり、誘拐騒動が起きたり、復活後は動画とは関係ない騒動によりシャムは炎上していった。そして2019年8月21日、2度目の引退宣言をしたのだった。シャムを散々ネタにしてきた大人気炎上系 YouTuber も、彼の2度目の引退に際し、シャムを救いたいという旨の動画を投稿した。シャムさん、引退しちゃうのかよ、俺は悲しいよ。シャムとは全く関係ない電子タバコの宣伝を始めてしまった。シャムを救う気などさらさらなかったのだ。最後は醜い大人たちに利用され、自由な活動ができずに終わってしまったが、彼は YouTube の一つの時代を作った男として永遠に語り継がれることだろう。熱心なシャムのファンはこの動画に不満を感じているかもしれないが、そんな視聴者にはシャムの言葉を引用してこう伝えたい。ならね、自分が作ってみろっていう話でしょ。私はね、そう言いたいんですけどね。ご視聴ありがとうございました。今後もシャムさんの応援をよろしくお願いします。俺の名前はヘズマリュウ、山口県在住の YouTuber だ。渋谷から山口まで車で11時間、 YouTube の動画撮影も楽じゃないね。なんでわざわざ渋谷に来てるのかって、じきにわかるさ。ねえ、あれって有名 YouTuber のなおちゃんじゃない？あ、ほんとだ、サインください。はい、こんにちは、なおです。シャキーン、いたな、今日のカモが。俺の目的は渋谷であいつのような有名 YouTuber を見つけるため。そしてヘズマリュウです。メントスコーラお願いします。え、誰？あなたのこと愛してるんですよ、コラボお願いします。いや、だからもう私怖い、帰る、気持ち悪い。メントスコーラ、メントスコーラお願いします。いい加減にしないと訴えるぞ、警察は民事不介入なんで。自分とつりたいんすよ、動画を回したいんすよ、回して自分の売名になるんすよ。この動画落ちないんすよ、だから早くメントスコーラお願いします。知らねえよ。あ、行かないで、ヘズマリュウとメントスコーラお願いします、コラボ希望です。何あいつ、キモ。今日も最高だったわ、底辺 YouTuber にビビって逃げ出す有名 YouTuber とか傑作でしょ。うわ、早速上がった、動画が伸びてるな。低評価多すぎ、これは謝罪動画に見せかけた煽り動画アップ確定、目に物見せてやるわ。さあ、俺は有名 YouTuber に迷惑行為を繰り返す炎上系 YouTuber なのだ。俺はデビュー当初からこのスタイルを貫いている。仕事も辞め、 YouTube 一本でやってる俺には怖いものなしだ。うわあ！この前はとある有名 YouTuber の家に押し入ってコラボを依頼したら警察を呼ばれた。7
聴者からの評価も最低で10人のうち9人はドン引き。でもな、過激なことをすれば再生数とチャンネル登録数が伸びるのは YouTube の真理なんだよ。何のスキルもない底辺 YouTuber が夢をつかむにはこれが一番なのさ。コラボしてください。これが僕の愛の形なんですよ。メントスコーラお願いします。って、痛い、助けて。その後も俺はあらゆる人物に迷惑行為を行った。たまに反撃を食らうこともあったが、それすら動画のネタだ。いでで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 、今日は誰をターゲットにすっかな。あ、あいつにするか。お、あいつは確かチャンネル登録数150万超えのロファエル。白い仮面をかぶったいけすかないやつだが、絡んだらネタになるぞ。すいません、底辺 YouTuber とコラボしてください。あと仮面の中身見せてください。あ、やめろや、警察呼ぶぞ。警察は民事不介入なんで、これは僕の愛の形です。やめろや。ぐっ、お前覚えとけよ。へえ、捨て台詞吐いて逃亡かよ、だっせ。まあいいや、動画のネタは十分撮れた。お、伸びてる伸びてる。さすが有名 YouTuber ロファエル様は違うね。お、あなたは最低です。俺より動画再生数伸ばしてから行ってみろってんだバーガー。数日後、今日も渋谷で YouTuber に絡んできてやったわ。ん、なんだこれ、訴状だと。誰だよ俺の健全な活動にケチつけるやつは。って、ロファエル、あの野郎。これ以上犠牲者を出さないためにヘズマリュウを訴えます。これは確実に有罪です。俺を訴えるとかいうどうでもいい内容を動画にしやがって、それでまた金稼いでるんだろうがクソが、同じ穴のムジナだろうが。その後、弁護士から連絡が来て、訴訟しない代わりに誓約書を書かせようとしたが、直前でドタキャンしてやった。訴訟がどうなるかなんて知ったこっちゃない、ざまみろ。とはいえ、このままじゃまずいな。他にも訴えるとか言い出したやつがいるし。ん？新型ウイルスの自粛に従わない店舗が問題になってます。これだ。おい、なんで自粛中に営業してるんだパチンカスが。やめてください、肖像権の侵害ですよ。わあ、パチンカス、お前らジャンキーやろが。おら、クソザコが。おら。こうして俺は社会の闇を暴く YouTuber として自粛に従わない様々な店舗に突撃した。俺の友人がぼったくり価格で買わされました。返金お願いします。路線変更作戦は大成功。今までの低評価から一転し、再生数やチャンネル登録数もうなぎ登り。このまま行こうと思っていたが、なんだお前ら。あんちゃん、喧嘩売ったらあかんところに売ってもうたな。とりあえず財布出せや。なんで。早出せやこら。ひひ。今反社の人間数人にボコボコにされ、財布を取られました。YouTuber やパチンコからも訴えられ、多分逮捕されます。チャンネルもバンされました。お母さん、お父さん、ろくでもない息子に育ってすいません。ついに引退かよ、自業自得だな。数日後、コラボしてください。メントスコーラお願いします。懲りたかと思ったか。んなわけないじゃん。何度も言うが、過激なことをすれば YouTube の再生数とチャンネル登録者数が伸びる。これは真理なんだよ。チャンネルバンされても新しく作り直せば OK。 やめろや、鬱陶しい。警察は民事不介入ですよ。メントスコーラも持ってきました。僕の愛の形です。俺はこれからもこのスタイルを貫く。YouTuber として成功するか破滅するまではな。